さあ、今日はエルフレンドのみんなを応援するぞ。覚悟してね。スイちゃん今日顔優しくない？あ、ほんとだ。ほほほほ、こっちにした。なんだあの顔。なんかスイちゃん今日顔優しくない？あれ、スイちゃんなんか丸っこい顔じゃん。スイちゃんなんか儚いけどどうしたの？儚い美少女や。何か変わってるかな。なんか儚い、さっきの余韻が残ってるのかな。んエモかったもんね、さっきね。エモかったね。なんかすごい優しそう、今日のスイちゃん。すごい、いつもが優しくないみたいに言って差し上げる。全然殴ってこなさそうだもん。今日なんかスイちゃん優しい、いつもが優しくないみたいに。今日は優しそうな星町が見れそうです。
ちょっと軽く音量チェックを兼ねて自己紹介をしていきましょう。はいはい、はい、じゃあまず、私からいきますね。よし、はい、こんぬいホロライブ3期生の知らねえフレア、社長ということになっております。よろしくお願いします。社長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 。そして、はい、そして副社長オマヌポルカです。ポルカおるよ。あのね、今日マジの低気圧本当にやばいあのね、みんなね、そうなの、気をつけた方がいいよ。あのでもね、今ねみんな見てようやく元気になった。お疲れ。はい、はい、よろしく。ポルカの頭痛だが、頭痛でポルカもうルルルってなって。はい、じゃあ次はい、次、滋賀県の教育部長エリートミクです。どうぞよろしくお願いします。よいよ、よろしく。エリート今日もエリートエリート。そしてそしてこんにちは皆さん。え、なんかちっちゃいの。ちっちゃい営業部長させていただいておる、営業部長させていただいております星町水星と申します。よろしくお願いします。今日そのエリートですね。よろしく。知らない人います横に。怖い怖い。今日は楽しんでいきましょう。でしかもなんか背後にいるから、みこちの背後だから怖いんだな。怖い怖い。今多分刃物突きつけられてるみこ。じゃあスイちゃん本人ですかね。スイちゃんの後にじゃあ、はい、はい、皆さんコンマスルインターン生の白金ノエルです、うん、今日はね、はい、アポルカとオソロッチで、そう、部屋着っぽくね。アポルカ、うん、ね、ね、何に、ね、アポルカって何だ。アポルカってなんかそのアポみたいなさ、そアポポルカには青つけなきゃいけないみたいな。あ、なるほど。アポポルポルカ、アポルカね、アポルカね。アポそう、アソロチなんでね、仲良しよね。部屋着っぽくしたの、部屋着っぽくしたの、部屋着っぽくね、そう、やってまーす。なんかいいじゃん。楽しくやっていくぞい。よろしくよろしくー。皆さん、はい、音量いかがでしょうか。教えてください。どうでしょうか。どうですか。いいですか。画面見たらミコたちめっちゃ小さくなってた。やっぱ5人集まるとさ小さいんだよ。見えるようにするにはこうするしかなかった。5人がダメみたいなこと言うなよ。邪魔しております。配置無理よな。オッケーかな。大丈夫みたいですね。あ、でもみんな大丈夫です。大丈夫だ。大丈夫、大丈夫です。なんかノエルがエコーかかってるって出てるけど、かかってないような気がするけど。誰かのところから漏れとる。それがあの引っ越しで物がなさすぎて本当に本業にかかってたね。本当にかかって天からみたいな感じになってるんですけど。あ、なるほどなるほど。そんなことないけどな。あの多分部屋なりで響いてんのかなっていうことだね。そうなんです。もう何もないです。まだ物が置いてない感じなのね。じゃあしょうがないね。はい、反響するわそれ。じゃあ大丈夫そうかな。そういう意味ではもうどうしようもないやつですね。はいはい、すばせすばせ。はい、じゃあ今日はですね、みんなで、まあ、今日はブレイクオーダー、あの接待なし。いつもブレイクオーダーじゃないの。みんなみんな一緒に目指して遊べる。ああ、そういうことか。イエーイ、はい、イエーイ、イエーイ、イエーイ、予定やっぱ5人で遊べるゲームって大事だよね。大事、うん、でもなんか結構さ、あの5人で遊べるゲームあったじゃん、うん、なんかあのスイちゃんもやりたいゲームがあるとかって話があったので、また今度ねさ、うん、あのスイちゃんの枠でやろうかなとかっていうのもあったりしますんでね、うん、で、まあ、今日はでもちょっとプチお知らせがあるとかないとか、うん、そうなんですよね。いや、最近ちょっとシナケン熱いんじゃないですか。なんかでっかい案件もあったみたいですし、なんか案件もあったんですよ。でっかい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、まだまだこれからだからね、みんなね、終わってないからね、まだイベント。あ、いやいや、そうだね、あの配信配信もねちょっと今ポルカのくしゃみが団長にかかったよ。ちょっとポルカなんかすごいすごい団長に寄せちゃってすごいね。ちょっとずらしてポルカの体だけじゃどれもできない。もう支えないでもさ、ポルカの体すごい傾いてんだな今。誰か助けてどういうことだろう。なんか今日甘えたポーポーだね。甘えたポーポーじゃないから話して私はちょっと待って、親離れしたい、親離れ。まあ、そんなことする。親離れしたいんや。あの、親離れ一回じゃリセットした方がいいかも。親離れしたいんや、ポーポー。オッケーオッケーオッケー。スイちゃんもいいですか。じゃあ
あ、スイちゃんね、スイちゃんでかい、スイちゃんでかい、でかい、え、でかい、スイちゃんでかい、でかい、ちょっと待ってね、え、スイちゃんでかい、スイちゃんがでかい、今日もスイちゃんそっちじゃない、そっちじゃない、ごめんね、そ、ごめんね、ごめんね、そっちじゃない、はい、ということで、全員戻りました。オッケー。ごめんねは笑うよ。ごめんね。まあ、今日は、どうしようかな。先にこっち やるか。これやろうか。うん、やる。じゃあちょっと遊び方を見てみよう。はい。はい。この顔、うん、どの顔。この顔、どの顔。どの顔なの、何それ、その顔なの。え、待って、なんか、おっそ、ロードがおっそ。いや、待って、オインクゲームって何オインクゲームはなんかボードゲームを作ってる会社さんであって、オインクゲームズさんっていう会社さんがそもそもあるんですね。あ、なるほど。そこが出してる、はいはいはい、あのボードゲームがめちゃくちゃあるんですよ。ほうほうほう。でそれのなんかね、あのオンラインで遊べるものをあの抜粋してこのソフトに入ってるって感じですね。なるほど、なるほどね、なるほど。テーブルゲームをオンラインでもやりましょうってことね。そういうことね。ボードゲームってさ、いい、ね、カメラ枠じゃないとできないもんだと思ってたから嬉しいですね、うん、嬉しいですね。うん、じゃあ何からやっていきましょうか。今ね、説明を見てるんですけど、はい、この顔どの顔っていうのをやってみようかなと。なんか遠くいる？急に、なんか急に画面の端に行っちゃったみたいな。吸音材を出し始めた。それやばいって。あの、なんか見えてる。のパーツを見えてるんだって。大丈夫ですか？燃えるさ。あいよ。あいよ。大丈夫、パンツパンツ見えてる。あいよ。あいよ。オッケー。はい。オッケーですか？制限時間内にセリフにぴったり合う顔を作りましょう。ガッとやった後は流れで。なるほどね。ガッとやって流れでいきましょう。ガッとやっていきましょう。はい、はい、まあ、できるよ、はい、みんなならすぐ、まあ雰囲気でね、余裕しよう、うん、ガッと後は流れ、うん、じゃあ作る人知らん、まずは私が作りますよ。オッケーオッケー、はいよ、当てたるでな、コメントにね、答え書かないようにね、お題確認、あ、作る人が見ない、コメント見ない画面見ない、ほうほうほう、難しいよ、これがお前らのやり方かってなえ、面白そうだね。難しいんだけど。この6つの中からどれかを作るってことか、フレアが。そう。なるほどね、なるほどね。え、この下のカードみんな同じなのかな。え、あ、そっか、違う可能性もあるのか。違うのか。え、寒い、ある、寒い。ある。寒い、ある。ああ、じゃあ一緒の。お願い、一生のお願いもある。ある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 。やばいからな、お前みんな。この人お前らのやり方か。え、でもまず、おかずクラブさんいるな。今の普通、今のところ普通の顔じゃない、あれ、何それ、あれ、なんか、あれ、なんか、待って、ゴーちゃん、あ、お、あ、わかったわかったわかった、これ、え、奥歯に、え、ほんとに、いや、これだ、これだろ、いや、絶対これだろ、これだ、独特な味ですね、だろ、絶対違う、絶対違うから、いや、こうかな、いや、これは独特な味ですねって言ってるもん、これわかるでしょ、これどう考えても、どれ、どれえ、なに、なに、ほんとになに、いや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 、なにはこれなんだよ、わかるよ、これこれがお前らのやり方か、独特な顔、どうしてんだ、独特な顔ですねって感じだ、いや、うまいね社長、うまい、うまい、確かにうまいかもしれん、あ、これ選んだ速さとかでポイントも変わってくるんだね、え、そうなの、なるほど、そうなんだ、お団長が、あ、団長、ゴリラ、シラケイツ独特な女、ゴリラアイコン、ゴリラなの、え、じゃあ早めに決めないといけないんだね、結構難しいよ、作る側も大変だよ、そしたら、なるほどね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 、最初に正解するとボーナスなんだ、わかった、まさかこんなことになるとは、だ、いや、山川何もわかってないよ、わかってねえよ、お前はしね、わかってなかったか、最後まで置いてから答えると遅いのね、そういうことっぽいよ、そうだね、じゃあ作る側もなんか、その白いのは顔なのかな、おいおい、早すぎるよ、これだな、もうわかった、いや、これ夢じゃないよね、あ、でもね、これっぽい気がするんだよな、これ夢じゃないよね、で、わかってないやろ、お前らちゃんと作ってるのもちゃんと見てあげないとね、ほら、やばい、やばい、まさかこんなことになるとはな、これ違うだろ、可愛いだって、絶対絶対可愛いの、待って、可愛いはこんな眉毛し
ないやろ。そんなことないだろ。え、ちょっと見比べてみて。何それ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 口が増えた、口が増えた。何それ、何それ、え、マイスできた。マイス作ってる、マイス。誰か助けて。違う、それじゃない、マイス誤る。え、誰か助けて。え、これもしかして誰か助けての顔。うまいな。え、誰か助けてる。スイちゃんに襲われてるまである。で、こんなもん。笑ってねえだろ、そしたら。俺誰か助けてじゃん。いや、殺される寸前やで、絶対、絶対分かるけど、友情が出すぎるんじゃない。動物作ってんのめっちゃうまいな。道具の作り方がうまい。男性でお願いします。私ですよ。これ絶対殺される前だろ。これ、あれ、何持ってんの。誰か助けてだよ、これ。何これ、あれ、何持ってんの。嘘だよ。嘘でしょ。あ、すごい。ねえ、間違えた人数でもポイント増えるんですよ。間違えた。ね、この白身の、白身のシーンやばい。おーい。やばすぎる。揺らがすな、揺らがすな。おい、おい、見ろ、私ゼロ点だぞ。あ、すぎすね、これ。あの、あれは何だったの。あれは何だったの。あ、ポーポーだ。なんか作れるなって思ってさ。作れる。遊んでるね。邪魔すぎるわ、マジで。なるほどな。あ、次ポルカ。ポルカは分かる。いや、これむずいね。ポーポーうまそう。なるほどね。これ何でるの。あ、ポーポー。いや、これはね、テスト勉強全然してなくてさーだわ。早い。やっぱ早い。早いのよ。早いな。もう帰りたいかもしれない。もう帰りたい。あと一つがわからねえ。ってね、なんでみんな実は全然勉強してるやつやん。あ、はい、これだね。なんだこの匂いは。早い。答えるの早いな。早いな。クイだもん。それ口、いや、これはね、こっちかもしれない。あー、どうしようかな。やばい、それクー、やっぱこれが一番に見えてきた。嘘悪とる。パーツの大きさ変えられないの。あー、これね、わかんない。ちょっとやったらいけるかもしれない。やってみたらわかるかもしれない。いや、これ、やっぱこれだわ。テスト勉強全然してなくてさ、クー、やっぱこれが。いや、待って、これテスト勉強な気するわ。テスト勉強顔だよね。そう、テスト勉強全然してなくてさ。鼻欲しいんだよ。何これ。これなんか鼻毛出てますけど。完成したら B ボタン長押し。なんかこれ作れちゃうからずっと遊んじゃう、こんなの。いや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 、わかる。もうわけわかんないことすんのやめて。ほっぺ、なんでわかんないことしないんだよ。わけわかんないことしない。ええピースするな。ピースピースだ。勉強全然してないけどめっちゃしてるやつでしょこいつ。いや、こいつやべえやつだな。腹立つわこいつ。殴りてえ。お願いします。これ、勉強。お前らに伝わらないかもしれない。なんだこの匂いは。どうしよう。ミコに救い、ミコに。やばくん、やばこれが一番か。そうか。やばい、ゼロ点の問題や。くそ。やばこれが一番って匂いが立っててんじゃねえよ。この立つな。やばい、2やんけ。やばいって。もうもう勝ち筋なし。え、あ、じゃあ作らせていただきます。スイちゃん心あるからね、安心だわ。さて、お題はちょっとならばえないかな。眠い、ごめん、好きな人ができたんだ、これだな。もう何もかも嫌だ、寒いな、何もしてませんって。眠いと寒いが。なんだ。いや、星町さんはクリエイターですからね。個人勢でデビューしており、自分でもイラストを描いていた。そうだ、まさかここでみんなに伝わらない顔の表情を作るわけがない。何もこ、眠いじゃない、これ。寒い。いや、いや、みんな、え、八の字なんよ、眉毛が。八の字にすりゃいいと思いやがって。え、なんだろう。あ、色味が。ビッグセンスが来たな。いいね、白黒。いや、ちょっと、おもなかにすんのやめろ。これだ。あ、ちょっと、な、何もしてませんって。何もしてませんって。いや、これ寒いから、もしかして。おの持ってる。うわ、
じゃないですこれ殺意では、お、リボン、汗、リボン、汗、これ汗を表現しています。汗か、汗を表現しています、うん、汗表現しております。星巻さんすげえ、鼻と口近っ。え、あ、ヒゲだった。この形で、絵心がすごいな。こだわりがすごい。すげえ、こだわりをしています。こだわりを、時間いっぱいまで使って。え、何それ、顎、え、顎、それ何、それなんなんだよ。黒い眉毛使っちゃったからさ、白く置いたら話せないんだ。お、お、みが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 、どうだ、お、お、あ、やった、天才的、しかもね、ポルカの方がこれ早いからね、ポイントとかには。天才的ですね。汗がいいですね。汗ですね、これね。最後のこれは何？二重顎は。ちょっと二重顎の方が焦ってるか出るかな。あー、うまいわ。そういうこと？なんで私こんな似てんのんすか？あ、でもニーダ、ニーダ。正解してないからだね。おかしい、おかしい。違う、違う。二人に分かりやすくやったのに。もうちょっと分かりやすく作って。作りますよ。ちょっとね、早く答えないといけないからね。これであいつはおしまいだ。なるほどね、なるほどね。じゃあ、みこち一番不安だな。あ、どんなの作る。どんなの、安らかにて。安らかに。安らかに。かない。え、でも結構わかりやすそうなお題がいっぱいだな。うん。あ、え、そうだね。あ、八の手じゃない眉毛。いらない。あ、いや、これ目じゃね。これ目、安らかに、安らかに、眉毛じゃない、安らかに、安らかに、安らかにだったら逆じゃない、こうじゃね、安らかだったらね、寝てるよね。あ、寝てるか、これかな、なんだこれ、これじゃない嬉しそう、嬉しそう、あ、こっち、え、なにこれ、あ、みこっち、あ、こっち、あ、え、どっちかな、これかな、じゃあ私はこれにするわ。なんで全員バラバラ、何なにこれ、え、なに、でかい、なに、ほっぺ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 、こうして、小太りじいさん、今度会ったらただじゃ置かないじゃねえか、これこうして、なんか持ってるよね、これ武器か何か持ってんな。やっぱ今度会ったらさ、でしょうかね、これであいつはおしまいだ、あ、これであいつはおしまいだかな、あ、これであいつはおしまいだ、あーあー、これ、これで、うんうん、それ目じゃなかったんだ。え、やばいやばい、怖い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 、なでなでしないで目を。え、怖い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 、いや、これであいつはおしまいだな。え、ご、でも違うわ、これ、ゴミ好きな人できたんだ、これ。さあ、どうでしょうか。何なんだよ、ごめん、俺好きな人できたんだっつって。全部に当てはまりそうだ。あ、やっぱそうだこれであいつはおしまいだ。え、でも今度会ったら、テンションお金も近いと思うんだよな。オッドアイな感じがいいですよね、これね。いや、ちょっと怖いわ、マジで。ごめん、俺好きなやつできたんだっつって。この白心のこれいいな。今、今この殺すやつじゃねえの。うん。怖え。シンセイさんとフレアさんやばすぎるだろ。正解できなかった、ね。あ、ダンちゃん、ダンちゃん。ああ。すげえ。共感覚が、俺らの共感覚が問われてるこれ。そういうことだ。知らぬ意見説の。よいしゃー。ナイスー、ナイスー、パーパーパー、俺は俺はパーを出す、俺はパーを出す、俺はパーを出すぞ。ぐる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 、はい、ということで、この顔、どの顔でした。めっちゃ楽しいな、これ。ちょっと待って、スイちゃん、連投しすぎて追い出されたわ。嘘でしょ、ほんとだ、バカ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 だ、バイヤーくんのプレイヤーだね、バカだ。え、どうしよっか、キッズに、キッズに厳しいゲームだな、これ。厳しいね、厳しいな。なんかもう一つ、エセか、エセ芸術家だっけ、エセ芸術家か、海底やりたいなと思ったけど、エセ芸術家やらない、とりあえず、なんかやりたいや、待って、開始しちゃった。
みんなが説明を見ていないのに。やべ見てないよ。人も、これ一筆しか書けないんだけど、そう。なんか人狼っぽい感じで、なんか誰かが、あの、エセなのよ。エセ芸術家なのよ。お題分かんない人が一人いるのね。そうそうそう。なるほどね。で、誰かがエセなの。テーマは決まってるんだね、多分。あ、テーマは自分たちで。テーマは自分たちで決めて、みんなで、ここに出てくるんよ。だけど、ただ、その、じゃあ、どういうものなのか、相手にも分かっちゃったらいけない。そう、最後に人狼の人が当てる、人狼側にも分かられたらいけないのよ、これ難しいね、それが。さあ、これはもしかしたらさあ、ここで芸術家か芸術家でないかが多分言われてる、ね、偽のお題が出されてる、ね、ああこれかっていうのをやってる今。これを一筆で書きます。ちなみに皆さん、ね、指離さないでください。みんなで一枚を書くのか。そうです。おもろい。というわけで、スイちゃんから。スイちゃん、一筆ですよ、一筆、一筆だよ、一筆。これむっつい、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 一筆だよ、二筆。なにそれ、こいつエセだろ。なにこれ、何書こうとしてたっけ、こいつは。分かって、分かって、分かって。いや、これはちょっとダメかもしれんね。なんでや。いや、え、かんちゃん、何を書くならね。おめえが端っこにやるから。はい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 。何これ芸術だな。あ、感じる。まあ初めてだからこんな感じですよ皆さん。初めてなのでね、こんな感じですよ皆さん。お題のものをそもそも知らない人がいる説ない？大丈夫？お題出てるからね。大丈夫だよ、みんな分かってるよ。最悪今調べてね。ね、何これ、何これ。スイちゃん、私はスイちゃん信じるよ、ちなみに、うん、それはでしょ、でしょ。私スイちゃん信じるよ。皆さんやりすぎじゃない？大丈夫？大丈夫です。これぐらいならまだ平気です。ねえ、こいつは、それこそ分かってないけど、あいつやばいだろ。あいつやばいって。一文字難しいんだよ。固まってるね。いるそれ、フレーバー。もうさ、無理じゃないか。これ以上書いたら分かっちゃうじゃん。確かに。え、いや、わからんやろ、こんなんで。こんなんでわかるか。もう幼稚園児が描いたんだぞ。でも、エセ芸術家はわかったよね、みんな、これで。これはもうこうだろう。え、うん、こうだろう。言わなかったけど。エセうん。なんだ。エセをね。この人だな。申し訳ない。なんでミユカじゃないのに。ほんとだよ。ほんとにミコじゃないんだよ。やっちゃったね。ほらあ、でもそのノエルもそのボカだよ。下やっちゃった。ボカだよ。怪しいだろ。さあ、さあ、団長、今回のお題何だと思いますか。何ですか。え、これお題当てんのか。でもこれ月だよね。お題当てて。月が。よくわかったね。あれで、だってさ、波を書いてるから絶対違うと思ったもん。そうなんだよ、うちらは波ないんだよ、うちらのお題は。狼男。狼男じゃないの。あ、こんなのから選べってこと。選べか、なるほど。ないわ。ないのかよ。まあ、ないというのもわかるわな。どれっぽかった、うちら。こん中で一番ぽいやつを選べばいい。うちらどれっぽかった、頑張ったんだけど。残り赤ずきんかな。赤ずきんのいたもんね。赤ずきんいたね。おい赤ずきんいたのに。ねえ、これ明らか赤ずきんだもんな。ヘンゼルとグレーテルです。だからスイちゃんが横にもう一人書いてくれて、神ってなったの。いや、これもう一人書いた。エセ芸術家二人いたんじゃないか。なんでだよ。何書いてたの。これはあのグレーテル。3人いるんだよ。待って、どれどれ。だからポルカ書いたのも
スイちゃんも描いてるじゃん。スイちゃんも描いてる。そのペンの色で表現するには難しい。いや、うちらのペン固定されてるからさ。私は石と鳥描きました。鳥だっけ？鳥なの？鳥なんていうか、パンって何？食べるじゃん。あー、それだ。で、落としていくから、ね、それは同じのにしたわ。なるほどね。石？そう、パン。パンを描いたんだ、僕。なんか光る石を置くのもあったでしょ。あ、そうなの？光る石を置く、ね、なんかパンくずを落とすのしか覚えてないやん、うん、パンくずを落とすのしか覚えてない。あれ、なかったっけ、光る石。あれ、待って、エッセイ芸術家。あれ、エッセイ芸術家の方ですか。なんかいらっしゃる。また3人くらいいない？エッセイ芸術家。エッセイ芸術家の人います。もう一回やろ、もう一回やろうね、これ。これ何回でも遊べるからね。一周が早いんだよ、これ、めっちゃ。そうだね。光る石あるって、あるって、あ、よかった。あ、そうなんだ。よかった、よかった、よかった。へー。なんか、グレーテル。夜になるとね、光るね。せいちゃん、記念をして。あ、はい。すごいね。もう一回行くか。やろっか、もう一回。わかる。オッケー。今度こそ、うまくやる。やるぜ。うまくやってて、君はうまくやってて。え、これな、ちょっと簡単すぎてもな、あれなんよ。だから、そうだね、そうね。こういうのかな。だ、食べ物って多分簡単だもんな。絶対、絶対。でもね、料理とかなんじゃないの？一筆でいけるわ、まず。一筆でいけるわ。町施設、難しいな、でも。え、これやばいと思う。うわ、難しい。なるほどね。なるほどね。なるほどね。オッケー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 。そういう感じ？オッケーオッケー。任せな。いや、完璧よ、こんな。でも難しいね。そうか。分からせちゃいけないんだもんな。そう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 。そうだよ。はい。おー、いいっすね、いいっすね。ちょうどいい塩梅かなって。いや、ちょうどよくないと思う。ちょうどよくない？なんで？いいっすね、いいっすね。ちょうどいいだろ、これ。はい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 。これね、いいっすね、いいっすね。あ、初手いいね。初手、地面。なんだこれ、なんだこれ。なんか出てきた。いいね、こいつもいいね。こいつもいいよ。いいよいいよ、みんな。もっと自由に書いていいよ。小学校思い出して、さあ。何これバカだ、こいつ。これバカだ。やっぱこれを書くしかないでしょってこうやって。はいはいはい。あ、なるほど。それちょっとやばいんじゃないの？どうなの？やばくないでしょ、どう考えても。あ、これもやばいかな。いいです、ポッチェンさんやん、それ、ポッポ。そうなってくると、あー、もうちょっと難しいよね。そうだよ。そうね。一筆すっげー。ちょっとね、隠れちゃったじゃん、社長。ね、社長も隠さないでよ。塗りつぶしたね。また生えてきちゃった。こんな生えるかな。こんな生えてきたっけ。生えなくていいのよ、それ。あー、なるほど。いいよね。あ、でも待って。わかった。フレアのやりたいことわかったかもしれん。お、だってこういう、あ、ちょ、まずい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 。なんでまずまずい。やばいやばいやばい。いや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 、これは、こうだと。これは、え、でもそんなことありえるのかな。ちょっと分かってない感じあったな、これは。ちょっと早しすぎたね。早しすぎたってなんだ。なんでよ、分かんない。いやいやいや、これは、え、まあ確かに早すぎてる人いる。なんでミユコなのよ。確かにミコリも一匹呼ばれたね。なんだよこれ、知るかよ。知るかよ。いや、めっちゃこれギリギリだと思うわ。リスナーさんも知らないってこと。あ、そう、リスナーもわかんないのか。え、じゃあちょっと教えてもらおうぜ、みんな。え、どれだと思う、みんな。どうなんでしょうか。どれでしょうか。誰だろう、誰だろうか。いや、わかるでしょ、さすがに。結構ギリギリだったよ、あれ。めちゃめちゃ攻めたわ。最後めっちゃ攻めてた。攻めた攻めた。駅かな。お、あ、でもまあ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 、まあ近いよ。近しいね。なんか右側の看板っぽく見えたんだよね。そうね、近かったね。いや、うちらの代表作になった。まあ、代表作になった。やった、この代表作作るぞ、これ。これ作るか。
マイクラでこれ作るか、いや完全再現したのか、死んだ後でもなんかもう評価されなさそう死んだ後も評価されない、辛すぎる死んだ後には評価されてくれよ、俺たちはピカソになれない、私もう一回ピカソになってくれ、違うのやってみる、オッケーオッケー、うん、これね楽しい、ラスト SD になりたい、回転がすごい、絵でなりたい、あーじゃあそうなってくるとこう、これな、虫は嫌です、そうだね虫嫌です、虫ってどんなん出てくるの、簡単すぎるしな、うん、おー意外と難しい、ラッパとか来るんかな、なんかそういう感じが、なるほどなるほど、ふむふむ、なるほどね、なるほど、これどんなのやったっけな、うん、これあれか難しいな、焦点丸か棒か使っていいのが始まってるしまうかもしれないこれやばいねこれは、思うもの、思うものは過去なんだ、先生やっちゃってください、じゃあどうしようかないやちょっと、うん、いやちょっとあちょごめんそこはまだねどうにかできますわ、うん、うん、え何これやったな、早いよ、何これは早い、やったわこれ、何これが早い、あーなるほどね、いやこれ待って、どうしようかな、あこれさ、あーあやっちゃった、うん、え、あ、まあいいか、あいつ、あいつです、あー、え、書いちゃいますのみこちゃん、それちょっとわかりやすぎるんじゃないのか、これさ、すごい難しいよね、え、セキレ術家の方にさ、そうダメだな、こう、ブラフを、わかるよ、そうなんよね、あ、難しい、じゃあ、これそうだよね、そうくるよね、まあ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 、なっちゃう、でもポルカ1回目にあれ書いたすなげみんなで逃げるな逃げるないや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 逃げだぞそれははい待って、猫はどうすればいいのそれ顔描いてろ一筆で描いてろ一筆で顔描いてろおい、わかんないよこれ、みんな一心伝心してたよね今、いやこれは多分後乗りしてきたやつがやばいと思う、多分こいつだと思うけどな、こっちがこっちなんだけど、こっちかな、誰だ、これかな、いやいやこれ、これは読みに読まないといけない気がしてきた、バレた、あ、ばらけた、かなりめっちゃ割れてる、おい、エリートミコ、いつもなんか標的にされてんななんでなの、なんでなの、そうだよね、おー、よかった、そうなの、ああはいはいはい、なんか一心伝心してるかと思った、これ、うん、え、これ何だったと思う、いや、これはて、あの、太鼓かも好きかなって思ったんだけど、うん、途中でね、そう、どっちかに寄せようか、こっちもやったよな、でもドラムではないから、木琴、クレアがなんかこれ想像してんだろうなっていうのはなんとなく思ったけどね、ああ、うん、なんか書いてる時にね、両手で持てる、いや両手で打てるみたいな棒があったから、あ、これかな、え、あ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 、え、でもこれは正しいんだよ、正しい、伝わったからさ、正しいんだよ、そうだね、じゃこれがうちらの代表作にしよう、やだよこんな気色悪い顔したやつ、やだよなんでだよ、あとこいつ叩いてないっていうのがポイントだよな、こいつは叩いてないよな、絶対しなきゃ、楽しんでるだけだから、こいつなんか楽しんでるだけだよね、じゃ他のやるか、やろう、やりましょう、ゆめちゃんしていいよ、どうしますか、月どれがいいの、私が あと知ってるのはこれだけ、回転か、月面も面白いけど、難易度でちょっと見てみない、うん、みんなに説明できるかがさ、ちょっと怪しいんだよね、これは時間がない、あ、難易度は、藪の中とか難易度は2、藪の中とかが確かなんかニューなんだこれ、
やぶのなんか面白そうだけどね、推理っぽそうで。これ確か推理っぽいゲームだった気がするんだよね。やってみたい。遊び方見てみようぜ。判定やぶの中の中から犯人を推理しましょう。おペロペロペロ。3人の中で一番大きい数字が犯人です。ペロペロペロ。BGM が怖いな。ペロペロしてるな。え BGM 怖くない？ペロペロ。ええ分からん。事件に関係ない2人の数字と。やっていけば分かりそうだね、こういうのは。ちょっと待って待って、簡単説明を見よう。2から8までの数字があり、3人のうち一番大きい数字が犯人。ただし3人の中に 5があると一番小さい数字が犯人です。はぁ？待って、難しいな。他の探偵の推理も2点になりますが、もしかしたらあなたをはめようとしている罠かも。最後に間違えた推理をした人にはペナルティーか、ペナルティーの最も少ない人が最高の名探偵です。はぁ、多分やればわかると思うが、5人だと、どうやって探してくんだい？とりあえず始めて。3人の容疑者のうち2人だけの情報を見て犯人を推理するらしくて、うん、はぁ、なるほどなるほどなるほど。それぞれ探偵となり、次々と発生する事件の犯人を推理していきます。楽しい。犯人は3人の容疑者の中の1人。こういうのさ、あのみんな知らない状態でさ、なんかなんとなく手探りでやるのが楽しくない？最初そう、おもろいんだよ、ね、なるほどわかる、ね、なんか巫女に解けない謎はない。ポンコツ。そう、事件発生しました。ついにポンコツ探偵分かってないよ。もう事件がもうすでに発生しましたけど大丈夫ですか？アリバイ確認。アリバイはあるんですか？うーん、おー、はぁ、あ、あ、あ、なるほど、あ、ほう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 、何もわかんない、ほう、何もわかんない。容疑者を2人だけ見て、探偵チップをこう、3人の容疑者の中で最も一番、え、最も大きい数字が犯人。ただし3人の中に5が小さい、ここ、数字が犯人に。あ、自分たちの手持ちも見て、この場に何があるのかを推理するってこと。多分そうだね。で多分一人自分にしか見えない情報がかなりあるよねこれ、うん、そうね。えっ、フレア、俺ら同じ探偵ってこと？いやだってこれしかないな。そしてミコちゃん完全にフリーズしたで。大丈夫。あー顔がミコンジ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 。これちょっと白犬には難しいゲームだったかもしれん。あーミコンジ。これは何？みんな何してんの？ミコンジミコンジ。みんな何してんの？今みんなね、みんなおのおのやつ見てるから、さあ、ああなるほど。でも、はあ、このバッテンになってるのは何なんだ？バッテン、バッテンのカードもあるよね。バッテンがわかんないカード。はあ？え？うわあ！おいおいおい、 D がおかしい。え、ちょっと誰か情報なかったんすかそこ、 D の。あ、意味わからん。は？ふざけんじゃねえ。おいー、あれでも朝が犯人でしょ？完全に踊らされた。え、5があるから2が犯人。2が勝ちってことは？え、だから最初にさ、なんか手札電光会みたいにされてよね確か。あれが今回ある。これわかる。あー、この手札全公開なほね。いやいや、事件発生じゃないんだわ。発生するよ、もう事件は発生してるけどね。ちょっと待って、事件発生しやがったけど全然わかんないんだわ。なに、 D が死体なの？なになに、これもうわからん。もう終わった、もう終わった、そのターン終わった、もうそのターン。眉毛かゆくなってきた。あー、ちょっと難しくなっちゃったかな。難しくなっちゃったかな。え、かゆかゆになっちゃったね。え、この、うん、D を見ることもできるの？D は見れないんじゃない？あ、そう、あ、そうか。いや、私はこれだと思う。え、3人の容疑者だと思う。何の根拠があってそんなんわかんの？わからん。これも一応みんな、みんながさ、あの探偵であり、その、え、ね、なんで今回こんなぼらけてんの？これじゃねえの？これ協力戦なしだよね。なんでわかるの？
なんでわかんの？これだと思う。乗っかってるじゃなくて？何が？乗っかってない。ちゃんといろいろ推理してます？すごいね。あの確認されたアリバイが自分のやつ見れるからさ。そうだよね。踏まえてこれかなと。あ、そうか。じゃあ相手が見てるってことはどうかな。うわ、そういうことか。ちょっとやばいな。私の相方みこちがいるんだけど、なんか同じカード見た人が。うわうわ、そうか。わかった。なんでじゃあフレアがそこに置いたかっていう話だよね。じゃあすべてわかった。ここだな。フレアを信じよう。僕は信用だよ。は？あれ？フレア君？5の可能性を信じちゃった。ああ、そっちか。おー、じゃあ、じゃあ普通にこれはさっきのやりたかったこと、ね、ってことか。じゃあ、さっきのがちょっとイレギュラーだったんだね。いや、ミコがね、5を持ってたんだよね。あ、そう、最初もね、強い。あ、なるほどね。それはあ、本当だ。私それはどこで見てんだ。いや、何も見ないで答えてたかも。右下にあるよ。そう、あ、そういうこと？ポルカ、ポルカ、やばい、いきなりしくじってる。いきなりちょっとめっちゃしくじってる。ポルカ、やばい。終わるかって感じ。ポルカが進むの？ん？ポルカが進むんだ。ん？ね。はてな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 。まあ、いいんだよ。いいか、話しきりや。スイちゃん、スイちゃん、黙って。黙れみこち。でこれがこうで、ね、なるほどなるほど。なるほど、全然なるほどじゃないよ。わかった。これあれ釣られた。あ、なるほどね。あ、マイナスされてんの。え、マイナス。でもそれでもみんな理解しようとして偉いね。あ、ペナルティーなのか。あ、みこちからだ。おみこちがはぁって言ってる。はぁって言ってる。何そのはぁは。これからちょっと緑の人と、ちょ団長と、あれだね、フレアに期待しよう。そしたら、いや、私に期待してダメじゃね。もう終わってるよ、ポルカのターン。え、あれ、私が投票した時にはポルカもう終わってるよって。ああ、そっか。わかんないけど、じゃあ団長信じよう。でも、いや、でもみこちのガキ、あれ、いや、でもね、乗っかるの？乗っかっちゃうの？乗っかりたくねえ。乗っかじか。どうなるの？そしたら猫に乗っかれないのか。あ、そう、あ、そう、あ、そう。すいません、あの、猫さん乗っかってもいいですか、自分。あ、おいおい、ポルカ。いいよ、ポルカと猫は同盟だ。おいおい、猫に、猫を信じる者だけついてこい。やはり、あの、助手も、助手しますよ、自分。探偵助手します、しますよ。ワトソンくん。いや、これでしょ。あ、はぁ、スイちゃんが乗っかってくれた。そうするんだ。これバカだね。バカじゃない。知ってるものはすごく悪い。バカじゃない。バカを探しやがったぜ。今、メーターのバカじゃない。あ、やった、フレアがそこに来てくれた。やった、もう完璧じゃん。これは絶対ここ。はい、素晴らしい。はい、ライン完成。これは絶対に私の負けだね。あのさ、マジで。あいえ。あの、私さ、信じるものは救われる。ねえ、聞いて。私さ、2と5が見えてるんだよね。なんでやねん。そんなんずるいや。そんなん。ずるだよ。ずるっこじゃん。え、みこちも見えてたってことだよね、そしたら。あれ？みこも5が見えてたん。そうか。じゃあ、だからやっぱみこちについていくの正解だったんだ。そうだよ。よかった。あ、これ後ろ結構有利じゃん、そしたら。じゃあ、お、それはそうかも。あ、なるほどね。事件発生してる。またもうコナン君ばりに死んでる人。確かに。アリバイを早く終わらせてやろう。アリバイ、いいアリバイ引きたい。いいアリバイ引きたい。いいアリバイ引きたい。うわ、微妙。あー、スイちゃんごめん。そのアリバイ、スイちゃんごめん。そのアリバイ、スイちゃんごめんね。そのアリバイ、本当に本当にそのアリバイの時はもう何にも言えない。そのアリバイについては申し訳ない。ポルカの調査不足だった。マジでお前脳なし脳なし探偵だな。まったく。なるほどね。さあ、フレアがそこに置く加工じゃないかなって思うんだけど、迷いがなかったな。もしやまたいい引きだったりするのか。ね、みこちがちょっとどう動くのかな。いや、ここだよ。え、全然わかってる。
ああなるほど、うん、わかんないよ、ミコを信じなさい。でもね、ミコこれ開示されてるのは多分みんな一緒やと思うんやけど、なんでミコっちがそっちになったのかがマジでわかんない、うん、えちょっとスイちゃんが最後なのか、うん、きついな。フレアがあんなにえ、みんな真ん中を見えてないという感じですよね。私真ん中見れるのか。そう、みんな違うとこなんだよ。あ、違うんだ。そう、みこちだけ真ん中見えてなかったね。あ、ポルちゃんも真ん中が見えてない。そうなんだよ。順番的に私が真ん中見れる数乗ろうかなっていうのを今すごく悩んでて。いやでも、ね、ちょっとさっきの引きずってみるか。引きずってみた。ちょっと引きずってみるか。やっぱポーポーは猫の味方だ。いやちょっと、ポーポー、いやこれね、ポーポー、ポーポー、ポーポー、いやでもごめん、みこち、みこち、いや、かけるわ。いや、たぶん合ってると思うけどな。みこち、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 これ八角だ。そうね、みこち、待ってこないで。すましたフレアの後ろで、いろいろあれ、おー、よかったよかったよかった。みこち、消えてる。はっ、おい、みこち、おいおいおいみこち消えたぞ。エリート探偵みこち、ショックで、エリート探偵みこち、おいおいおいみこち、でも7人は結構きついね。ポルカ脱落か。これあの答えた人がさらにねペナルティー乗っかってるだけだ。2345678 XX すまんの。やばい、でも一番最初だべ。次はポルちゃんにかかってますね、うん、アリバイ確認。これ最初の人が結構有利とかではないよね、うん、多分じゃないと思う。見えちゃった。あー、やっちっち。なるほどね。やだな。いや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 、ポルカが外したら終わるからな。終わらん。いけるぞ、これだ。はい、なるほど。実際違うのにした方がいいな。いやでもね、今回はね、勝てますよ。大丈夫です。じゃあ私、あえてこっち。さあ、これどうやって選ぶんだ、どれを見るかって。ん、大丈夫。選ぶのは多分見れるランダムだよ。こんななんかランダムだよね。そうだよ。みんな3個見れてないから、みんな3個見てたら、誰かしらが3個見てたらやばいかな。なんか真ん中見るのか見ないのかみたいなのが決めれないのかなと思って。あー、多分ランダムな。順繰りっぽ。あ、どうなんだろう、ね、順繰りじゃないんだよ、ランダムだって。みこち悩んでんね。悩んでんね。これだな。わあ、ちょっとポルカとのラインは。うわあ、ポルカとのライン消すんか。ああ、なるほど。ポルカごめん。ちょっと待って、ポルカはポンコツ探偵なんだけど、このままだと。いや、多分ここじゃないか。ポルカ。え、スイちゃん？ほらね。え、スイちゃん？え、そうだと思うけど。見えちゃってんだもん、みこ。見えちゃってんだもん。見えちゃってんだもんの顔かわいいな。見えちゃってんだもんね。見えちゃってんだもんね。いやでも違うのか。ちょっと待って、心配になってきた。やばい。俺はポルカに限る。やー、団長。まあ俺ら同じアリバイ共有してる仲だからな。さあ、やばいか。いけるいける。大丈夫大丈夫大丈夫。信じて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 。いけるからいけるから。よっしゃ、だだ。じゃあ。で真ん中で。二二二。ポルカ？ポルカ？ポルカ？あれ、ポルカ？あ、ポルカ？これが、これが団長、ごめんな。団長、大丈夫でポルカ。団長、ごめんな。お前もペナルティだ。大丈夫。もう一戦やろうぜポルカ。もう一戦やってくれるのかい？やろうぜ。もう一戦やってくれるのかい？あと2戦くらいか？あ、そうだね。ラウンド6って書いてある。また事件発生してる。また誰が死んじゃう？まだまだ。フレア全然食らってないですけど。なんなんだあいつ、うまいな。最初に当たる人ってさ、ペナルティを食らう確率が低いんや。
いいな。乗っかっちゃうから。あ、そっか。そう、だからノエルが乗っかんなかったら今ゲーム終わってた。あらま、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 見ちゃったね、みこち、見ちゃったね。見ちゃった、みこ見ちゃった。見ちゃったね、あらま、あらま、あらま。なに？なにそこ、なに？キュンキュン見てるのがあるからね。あ、何が見ちゃったこれ。待って、どうしよう。分かったぞ。この A と B は XX なんじゃないのか。 A と B が XX？ なんやそれ。 XX なってんじゃないのか、この反応は。あ、ペキペキみたいなやつか、あれ。ペキペキ。そんな C を選んだのはどういう理由なんですか。え、でもノエルはどう、どういう理由でそれを選んでいるのか分かんないんですよね。わからん。でもこれ賭けだな。でも団長は、団長はそこの人と共有されてる、フレアと共有1個されてる、で水星と最後に共有される。水星どうだ、どうだ水星探偵。いやちょっと場を見ないことには。なんなんで場を見ないことには。それはそう、無理なんだよ。もう一巡ないよこれ。一巡には、確かに現場を見ないことにはね。水星の回答で終わるんだよ。なるほど。やばい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 。やばいやばいやばい。もうポルカはまた、またポンコツポンコツ。ポンコツ。オレンジスカーフ。終わった。みんな一緒にドボンしよう。するときは。やってもこれは、いやここに集まってる。フレア探偵は結構打率が高いから、フレア探偵に乗るのは全然ありな気がする。いや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 。そうやってさ、右習いの人生でいいんですか。ねえねえ、僕は団長の言葉が面白すぎる。ほらない、右習いの人生でいいんですか。うん、なんついたとしても、僕はゲスト言わない。あ、なに言わない。そうね、言わない。信じるよ。おはよう、スイちゃん。お前を信じる。どういうことだ。俺を信じる、お前を信じる。4何が X じゃん。 X じゃん。 X 被験者 X。 6じゃん。6、7じゃなきゃ勝ちんじゃない。6に掲げればいいぞ。あっしゃー。パッパパ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 。ひどいよ。6なんて中途半端なって見ることだね。なんかバイキンみたいなのになってる。なんかおはぎみたいなのついてる。おはぎみたいなの。団長のバイキンが、あはもやっとボールだよ、もやっとボール。社長そろそろ外していいんすよ。どうすよ。外してよ。でも3番目だからワンチャンありえるな。落ちるかもしれない。2番目やだな。誰と共有されるか。うんうんを引け、うんうんうんを引け、うんを引け。あフレアごめん、あのちょっとポルカの調査足りなかったわ。調査終わったかもしれない。フレアポルカの調査足りんかったかもしれない。あ、ミックス。いやでもやべえ。団長これやばいよ。やばい、全然。お前のお前のアリバイやばいよ。いやこれは、レクダが、いやわかんないけど。ミコチ名探偵になれるんじゃない？どうかな？これですかね。これですかね。これですかね。みんなそれぞれのヒゲの形。うんいや、これですか。ミコチがそこ、え？これですか。じゃあミコさんに乗りますかね。え？これうちらに乗った方がいいっすよ今回。ですね。これみんな今回うちらに乗った方がいいっすよ。ほんまけ？ほんまけ？ほんまけ？うちらに乗った方がいいっすよ実は。でも、それに乗る。これは乗りそう。ごめー、どせてくれよ。ごめー、お手が悪かった。もうマジ、マジでわからん。ウソプ、ウソプで。ごめー、ごめー、お手が悪かった。お手が悪かった。お手には100万人の登録者数がいる。ドン。お手には5人の建設会社の知り合いがいる。ドン。みんな、見ててくれ。見ててくれ。星になるぞ。俺は星になる。で僕は星だから。なんで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 。これはウソップを信じた方がいいのか、それともスイちゃんを信じたのか。スイちゃんの推理がわからん。ステラステラドゥンポー。本家。本家。
団長、そっちの勝ったらペナルティ4だよ。いやいやいや、こっちみんなもう乗ってっからよ。ペナルティ4だよ、分かってんの。右習いの人生でもいいじゃん、たまには。なっちまったのか。いやいやいや、スイちゃんには見えてるものがあるんだって。みんなで出会いで出会いで理由があるんだ。ありがとう。え？何がなるほどしたの？え？何？え？あ？あ？なんか終わった人いる？何が見え？え？君は君らしく生きていく理由があるんだろう。ダダ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 ダ5はあったんですよね。いや、これはもう信じるしかなかった。これはうまー。シャッチ強かったな。ちょっとなんだかんだミコチも強い。まあね、ミコイカのものとも。悔しい。ズボってこと。悔しい。これに関しては後に乗るのもありなんだな。そうだね。まあまあまあと、いうことでね、まあ、ちょうど1時間となりましたけど、ね、なんだ仕切り出しみたいな。なんか仕切り出しそう。仕切り始めたな。告知、やっぱ告知というか、キンプが完璧すぎて、まあ、告知じゃないんだけど、まあちょっとプチ告知というか、はい、あ、っていうのが何があるんだって。え、でもこの前の案件のやつじゃないの？それ以外あ、この前の案件、あの案件ありますね。あの、よろしくお願いしますね。あ、それも宣伝しましょうよ、社長。それも宣伝してくださいよ。画像ないですか、社長？ちょっと待ってくださいね。あ、今日は場をつなぎましょう、場を、ね、場を、芸術家になりながら場をつなぎましょう。はい、こちらね、あの、トーマさんとのコラボ、イラケンであります。イエーイ、これめっちゃ嬉しい。かわいい、嬉しい。ちょっと消えちゃった。ついにね、我々があの運営さんにアピールをね、あのしておりましてね、はい、案件くださいと言ったら、ね、あのなんか流れ込んできましたよね。はい、ね、そうです。流れ込んできました、ね、ありがたい、ありがたいですね。いや、もっと欲しいですよね、そういうの。もっと欲しいです。もっと欲しいからこそ、もっと欲しい、もっと欲しいからこそ、白犬というものをもっとアピールしなければならないんですよね。あ、営業部長さん、営業部長さんじゃないですか。よろしくお願いします。こんにちは、営業部長の橋松彗星でございます。ということで、白犬建設でできることはもっとあるのではないかと我々は考えた結果、まずはこういうものを始めてみました。はい、なんか画像あるんですか？ないですよ。そんなものな、ないの？なんかソースとかあるんですか？ないの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 ？今からでもスクショ持ってこよ。スクショ持ってこい。スクショ持ってこい。もうなんだこれ。画像とか。営業はうまいんだな、あの人多分。プロモーションとかになってくると難しいんだ。プロモーション中なの。プロモーション広報担当がいね。プロモーション事業部ちょっと別なんで、私プロモーション事業部作るか。待って社長、これさ、あのなんかあの文が何も載ってないですけど大丈夫ですかこれ。ちょっと待って。おい、ぐだぐだすぎ。まだ帰らないでください。一大イベントなんです。まだ帰らないでください。ちょっと、もしかしたら今日何のゲームするかっていうのだけ決めてさ、あの告知とかそういうのやっ、全く準備してなかった。写真送りましたよ、写真。ちょっと写真送りました。あ、ツイッターの方ですね、これ。ツイッターですね、あげました。え、あ、来たー、チェー、はい、来ましたー、ドーン。あ、よかった、よかった。はい、しらけんのツイッターが、はい、できましたー。しらぬい建設の広報担当が考えてくださいました。誰ですか、広報担当は。いない。広報担当はいないですね。これから広報、あの宣伝に行くわ、ちょっと広報。お願いします。あのプロモーション担当の方にもあるわ、ポルカ。はい、お願いします。ポルカがこのプロモーションのこうなんかでしょ。今決まったわ、なんか。しかも副社長の仕事今決まったんだか。はい、ということでね、まあなんか白犬の話題も増えてきましたし、はい、白犬のディスコの内容を晒すことが多いと。
確かに。そう、白剣サーバーがあるんですけど、まあ、うん、だからそういう時に白剣っていうものをこう一点に集められる場所がね、あの、あったらいいなと。コンテンツを一点に集められる場所が、なんかお知らせとかもまとめていきたいからね。え、そうですね、あるといいなということで、この度白縫い建設広報ツイッターをね、制作させていただきました、はい、これ何気に思ったんですけど、ホロライブ初じゃないですか、はい、そうです、初めてなんです。あの、まあ、かなり大変だったよね。すごい話ですよ、うん、おー、はい、早いじゃねえか、フォローがよ。わー、ちょっと、やばいっす。ちょっとみんな、やめてよ、そんな。え、ちょっとツイート、ね、ツイートをさ、したらさ、リツイートされるんじゃないの、何か。なんかもう、用意されって。あれ、今日から始めます、みたいな、なんかそういうの。あ、ちょっとツイートしたくないよ。今日から始めますはね。あの、はい、どうなんでしょう。今日から始めますっていうね、ツイートしますんでね、ちょっとっ、ね、あ、ね、これもね、厳重にちゃんとね、あの、うん、社長だけの判断でなく、ちゃんといろんな人が関わっているので、はい、はい、あの、安心してください、皆さん、すごく、はい、安心して押してください、初めての試みですのでね、そう、皆さん慎重になっておりまして、とても僕らも、あの、僕らも怖いです、はい、怖いです。なんかね、あの、我々の意思表明みたいな文章を書いて提出させられました、はい、そうやね。だけどみたいな。あ、ツイートされたようですよ。リツイートだ。ツイートいたしました。わー、気づきだー。皆さん、ぜひともね、堅苦しいのはやめましたね。なんか、はい、あの、早く公式マークついてほしい。なんか偽物感がすごい。プロフィールもさ、書いてないしかもなんかホロライブっていうところからも離れちゃってるって。確かに。でもね、なんか一層離れてても面白いよね。まあ離れてても面白いし、ね、うん、リアルのお仕事の依頼とかがあるんだったらこっちにねっていう話よね。そうだね、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。何卒対応してましょう。なんかね、本当に存在する企業みたいになってるとなんか面白いよね。面白いね、ちょっと、こんなことになっちまったよっていう、はい、そうなんですよ。これからもね、ドキドキとワクワクを提供していく白縫い建設、うん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、お願いします。はい、うん、では、締めますか。はい。はい。はい、はい、これは楽しみになってきたな。じゃ、皆さんフォローよろしくお願いします。あと、今日マフの方もよろしくお願いします。ということで、お願いします。はい、終わります。はい、みんな、みんなの、あの、フォロー、あ、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、はい、お願いします。おつぬい建設。おつぬい建設。あっさりしたね、最後。本当に大丈夫、ね、大丈夫ですか、皆さん。すごいぐらいみんなリツイートしてな、自分たちで。リツイートよろしく。すごいぐらい、すごいぐらいリツイート。リツイート、リツイート、お願いします。あ、今日の企画もそうだしね、いっぱいツイートしたいね。みんなフォローしてねー。フォローのフォロー入った。よろしく。